帝国となりました。ただいまから広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式を行います。広島市原爆死没者名簿奉納、広島市長、遺族代表、ただいま奉納いたしております原爆死没者名簿には5079名のお名前が記されています。昨年までに奉納いたしました方々と合わせますと34万4306名となります。県下、広島市長、広島市議会議長、内閣総理大臣、広島県知事、広島県議会議長、各国来賓代表、黙祷。平和宣言。皆さん、自国の安全保障のためには核戦力の強化が必要だという考え方をどう思われますか。また他国より優位に立ち続けるために繰り広げられている軍備拡大競争についてどう思いますか。ロシアによるウクライナ侵攻の長期化やイスラエル・パレスチナ情勢の悪化により罪もない多くの人々の命や日常生活が奪われています。こうした世界情勢は国家間の疑心暗鬼をますます深め、世論において国際問題を解決するためには拒否すべき武力に頼らざるを得ないという考え方が強まっていないでしょうか。こうした状況の中で市民社会の安全安心を保つことができますか。不可能ではないでしょうか。平和記念資料館を通して臨む原爆死没者慰霊碑、そこで祈りを捧げる人々の視線の先にある原爆ドーム、これらを南北の軸線上に配置したここ平和記念公園は、施工から今日で75年を迎える広島平和記念都市建設法をもとに、広島市民をはじめとする平和を願う多くの人々によって作られ、犠牲者を慰霊し平和を思い語り合い誓い合う場となっています。戦後我が国が平和憲法をないがしろにし軍備の増強に注力していたとしたら、現在の平和都市広島は実現していなかったのです。この地に立てば平和を愛する世界中の人々の公正と真偽を信頼し、再び戦争の惨禍が起こることのないようにするという先人の決意を感じることができるはずです。またそうした決意のもとで広島の心を発信し続けた被爆者がいました。私たちは今こそ過去の憎しみを乗り越え、人種国境の別なく連帯し、不信を信頼へ、憎悪を和解へ、
分裂を融和へと歴史の潮流を転換させなければなりません。これは全身焼けただれた母親のそばで皮膚がむけて赤みが出ている赤ん坊、内臓が破裂して地面に出ている死体、生き地獄さながらの光景を目の当たりにした当時14歳の男性の平和への願いです。1989年、民主化に向けた市民運動の高まりによって東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊しました。かつてゴルバチョフ元大統領は、我々には平和が必要であり、軍備競争を停止し、核の恐怖をやめ、核兵器を根絶し、地域紛争の政治的解決を必要に追求するという決意を表明し、レーガン元大統領との対話を行うことで共に冷戦を終結に導き、米ソ間の戦略兵器削減条約の締結を実現しました。このことは為政者が断固とした決意で対話をするならば、危機的な状況を打破できることを示しています。皆さん、混迷を極めている世界情勢をただ悲観するのではなく、こうした先人たちと同様に決意し、希望を胸に心を一つにして行動を起こしましょう。そうすれば核抑止力に依存する為政者に政策転換を促すことができるはずです。必ずできます。争いを生み出す疑心暗鬼を消し去るために、今こそ市民社会が起こすべき行動は、他者を思いやる気持ちを持って交流し対話することで、信頼の輪を育み、日常生活の中で実感できる安心の輪を国境を越えて広めていくことです。そこで重要になるのは、音楽や美術、スポーツなどを通じた交流によって他者の経験や価値観を共有し共感し合うことです。こうした活動を通じて平和文化を共有できる世界を作っていきましょう。特に時代を担う若い世代の皆さんには、広島を訪れこの地で感じたことを心に留め、幅広い年代の人たちと友好の輪を作り、今自分たちにできることは何かを考え、共に行動し、希望の輪を広げていただきたい。広島市は世界166カ国地域の8400を超える平和首長会議の加盟都市とともに、市民社会の行動を後押しし、平和意識の醸成に一層取り組んでいきます。昨年度、平和記念資料館には世界中から過去最多となる約198万人の人が訪れました。これはかつてないほど被爆地広島への関心、平和への意識が高まっていることの証しともいえます。世界の為政者には、広島を訪れそうした市民社会の思いを共有していただきたい。そして被爆の実相を深く理解し、被爆者のこんな思いを他の誰にもさせてはならないという平和への願いを受け止め、核兵器廃絶への揺るぎない決意をこの地から発信していただきたい。 NPT 核兵器不拡散条約再検討会議が過去2回続けて改修文書を採択できなかったことは、各国の核兵器をめぐる考え方に大きな隔たりがあるという厳しい現実を突きつけています。同条約を国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石として重視する日本政府には、各国が立場を超えて建設的な対話を重ね、信頼関係を築くことができるよう強いリーダーシップを発揮していただきたい。さらに、核兵器のない世界の実現に向けた現実的な取り組みとして、まずは来年3月に開催される核兵器禁止条約の第3回締約国会議に
オブザーバー参加し、一刻も早く締約国となっていただきたい。また平均年齢が85歳を超え、心身に悪影響を及ぼす放射線により、さまざまな苦しみを抱える多くの被爆者の苦悩に寄り添い、在外被爆者を含む被爆者支援策を充実することを強く求めます。本日被爆79周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、改めて被爆者の懸命な努力を受け止め、被爆地長崎として思いを同じくする世界の人々とともに力を尽くすことを誓います。皆さん、希望を胸に広島とともに明日の平和への一歩を踏み出しましょう。令和6年2024年8月3日、広島市長松井一実。平和への誓い、目を閉じて想像してください。緑豊かで美しい街、人でにぎわう商店街、街にあふれるたくさんの笑顔。79年前の広島には今と変わらない色鮮やかな日常がありました。昭和20年1945年8月6日午前8時15分、ドーンという鼓膜が破れるほどの大きな音、立ち上る黒みがかった朱色の雲、人も草木も焼かれ、助けを求める声と絶望の涙で街は埋め尽くされました。ある被爆者は言います。あの時の広島は地獄だったと。原子爆弾は色鮮やかな日常を奪い、広島を灰色の世界へと変えてしまったのです。被爆者である私の曾祖母は当時の様子を語ろうとはしませんでした。言葉にすることさえつらく、悲しい記憶は79年経った今でも多くの被爆者を苦しめ続けています。今もなお世界では戦争が続いています。79年前と同じように生きたくても生きることができなかった人たち、明日を共に過ごすはずだった人を失った人たちがこの世界のどこかにいるのです。本当にこのままで良いのでしょうか。願うだけでは平和は訪れません。色鮮やかな日常を守り、平和を作っていくのは私たちです。一人一人が相手の話をよく聞くこと、違いを良さと捉え、自分の考えを見直すこと、仲間と協力し一つのことを成し遂げること、私たちにもできる平和への一歩です。さあ、広島を共に学び感じましょう。平和記念資料館を見学し、被爆者の言葉に触れてください。そして家族や友達と平和の尊さや命の重みについて
語り合いましょう。世界を変える平和への一歩を今踏み出します。令和6年2024年8月6日子ども代表広島市立祇園小学校6年加藤明。広島市立八幡東小学校6年石丸優斗。今から79年前の今日、原子爆弾により十数万とも言われる尊い命が奪われました。町は焦土と化し、人々の夢や明るい未来が容赦なく奪われました。一命を取り留めた方々にも筆舌に尽くし難い苦難の日々をもたらしました。内閣総理大臣としてここに原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお被爆の後遺症に苦しむ方々に対し心からのお見舞いを申し上げます。79年前で広島と長崎にもたらされた惨禍、人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。被爆の実相を後代に伝えつつ、非核三原則を堅持して核兵器のない世界の実現に向けて努力を着実に積み重ねていくことは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命です。核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まりや、ロシアによる核の威嚇等により核軍縮をめぐる情勢は一層厳しさを増しています。しかし核兵器のない世界への道のりがいかに厳しいものであったとしても、我々はその歩みを止めるわけにはいきません。核兵器不拡散条約 NPT の維持・強化のため、広島アクションプランの下での現実的かつ実践的な取り組みを進め、核軍縮に向けた国際社会の機運を高めるべく国際社会を主導してまいります。この点、現在世界は冷戦の最盛期以来初めて核兵器数の減少傾向が逆転しかねない瀬戸際に立っています。これを防ぐためにも FMCT すなわち核兵器用の核分裂性物質の生産禁止条約の推進は重要であり、本年我が国は核兵器国・非核兵器国を含むFMCT フレンズの枠組みを立ち上げました。私自身先頭に立って主体的に関与してまいります。昨年5月 G7 広島サミットにおいて、世界中の指導者や若者が被爆地広島及び長崎を訪問することを促しました。被爆の実相を正確に理解していただくことは、核軍縮に向けたあらゆる取り組みの原点として重要です。こうした取り組みの一環として、昨年12月、日本政府の拠出により、国連が立ち上げたユース非核リーダー基金プログラムが始動しました。
今年このプログラムを通じ、核兵器国、非核兵器国の双方の未来のリーダーが広島および長崎を訪問します。我が国は被爆者の方々をはじめ、核兵器のない世界の実現を願う人々とともに、被爆者の方々の思いや被爆の実相を次世代に継承するため、引き続き力を尽くしていく決意です。被爆者の方々に対しましては、保健、医療、福祉にわたり支援の必要性をしっかりと受け止め、原爆症の認定についてできる限り迅速な審査を行うなど、引き続き高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら、総合的な援護施策を推進してまいります。結びに、永遠の平和が祈られ続けているここ広島市において、核兵器のない世界で恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを改めてお誓いを申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福と、ご遺族、被爆者の皆様並びに参列者、広島市民の皆様のご平安を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。令和6年8月6日、内閣総理大臣岸田文雄。